リヒテンシュタイン公国ファーストントムリヒテンシュタイン国の、標語、フュアゴト、カイア・ s t スティ・ウント・フォターロント国家、オーベン・エーエム、ゲ元ライン若きライン側上流に、リヒテンシュタイン公国、通称リヒテンシュタインは、中央ヨーロッパに位置する、立憲君主制国家、スイスとオーストリアに囲まれたミニ国家の一つ、首都はハドーツ、欧州自由貿易連合加盟国、 西欧に分類する見解もある。正式名称は、公用語のドイツ語で、ファーステントム・リヒテンスタイン、リヒテンスタインと表記する。公式の英語表記は、プリンスパラティオブ・リヒテンスタイン、略称、リヒテンスタイン。日本政府による、公式の日本語表記は、リヒテンスタイン公国、略称、リヒテンスタイン、リヒテンスタイン公国と表記することもある。なお、 リヒテンシュタイン広告がある現地のアレマン語では、ホースタートムラヨクタスコータと表記される。英語表記で、国名、形容詞とも、リヒテンシュタイン、国民はレイクティンスタイナー。原種である、リヒテンシュタイン家の当主の称号はドイツ語で、カイ・アール・エスティであり、ハート・ゾアグ、より一段下の尺位であるため、日本語では、公爵ではなく、公爵と訳される場合もある。一方、 リヒテンシュタイン家の当主の親族はプリンツである。詳細はリヒテンシュタインの歴史を参照原種はリヒテンシュタイン公でリヒテンシュタイン家の当主による男子世襲制である。欧州の君主制国家の原種が象徴、儀礼的存在であるのに対して公は政治的権限を有している。そのため統治形態としては絶対君主制であると言えるが、 公の統治が当たわざるときは、執務を停止もしくは退位できる旨が憲法で定められており、また必要であれば、国民投票によって、君主制の存廃を決めることができるなど立憲政治、法の支配、議会民主制が確立されており、また、国民の権利と自由も十分に保障されていることから、実質的に立憲君主制に分類されることが多い。現在の君主、 ハンス・アダム2世は2004年に長男のアロイス公子を摂政に指名して統治権を譲り、自らは名目上の元首としての地位のみを有している。議会は一員制でランドタグと称する議員定数25、任期4年、解散あり。選挙は複数投票制と比例代表制を組み合わせた直接選挙で行われる。女性参政権が認められたのは 世界的に見ても遅い1984年である、銀内閣制を採用している、行政府の長である首相は、議会の第一党党首が大やてによって任命される。また、副首相には、第二党の党首が任命される。政党はリヒテンシュタイン市民党と、祖国連合、バターランディ社ユニオンが二大政党である。歴史的経緯から、民法は、オーストリアの民法が基本となっており、 刑法は、スイスの刑法を基本としている。死刑制度は廃止されている。広島戦争で、当時密接な関係にあったオーストリアが敗北し、安全保障政策の見直しが必要となった。しかし、自国の軍事力では、近隣諸国に到底対抗できないため、1868年に、軍を解体し、非武装中立政策に転換する。第一次世界大戦後における、 オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊以降は、スイスとの関係を強化。1923年に関税同盟を締結してからは、実質的にスイスが安全保障を担っている。また、100名ほどの国家警察は隣接する諸国の軍と密接な関係を持っている。1919 19年の合意により、欧州評議会以外においてはスイスが利益代表を務める。 リヒテンシュタインは、チェコ共和国と、スロバキア共和国の国家承認を長年、行っていなかった。これは、第二次世界大戦終結直後の1945年に、当時のチェコスロバキア共和国政府が同国領内の、ドイツ系及び、ハンガリー系住民のチェコスロバキア国籍を剥奪の、上、私有財産を没収したが、同国に領地を持っていたリヒテンシュタインは、 この措置を違法行為とみなし、抗議したためである。その後、2009年にチェコとの間で外交関係を解説することが発表された。また、同年12月9日には、スロバキアとの間でも外交関係が解説されることも発表された。詳細は、リヒテンシュタインの地方行政区画を参照全部で11の基礎自治体に分かれる。これらは、旧ファドゥーツ白尺領のオーバーラントと、 旧シェレンベルク団尺領のウンターラントに分けることができ、現在でも国政選挙の選挙区としてこの区分が残っている。リヒテンシュタインの地理詳細は、リヒテンシュタインの地理を参照ランドサット、衛星写真国境を接するすべての国が内陸国で、ある二重内陸国である。面積は南北に 25km、東西に 6km と狭い、日本の小豆島とほぼ同じである。 世界で6番目に小さい国、ドイツのシュベービッシュアルプスの延長線上に連なり、国土は山がちだがハエが卓越し、比較的温暖である。分水嶺は比較的全土的に分散されており、西はライン側に沿ってスイス、東はオーストリアと接している。首都中心部ファドーツ中心部にあるリヒテンシュタインセンター、観光案内のほか、 パスポートに入国証明のスタンプを押してくれる。主要な産業は精密機械、牧畜と医療。他に観光、国際金融、切手発行もよく知られている。スイスとの関税同盟があり、郵便や電話の制度はスイスと共通となっている。タックスヘイブンとしても知られ、税金免除を目的とした外国企業のペーパーカンパニーも集中しており、人口よりも 法人企業数が多いと言われる。これら法人税が税収の40%に及び、この結果、一般の国民には直接税がない。近年は EU との課税に関する条約に調印し、EU 市民の預金については、利子課税がなされることになった。ただし、これらの税は、個々の預金者の情報を相手国に通知することなしに一括して、リヒテンシュタインから各国に支払われるため、 銀行の守秘義務そのものは維持されている。OECD が指名する非協力的タックスヘイブンリストに掲載されている7カ国の一つであったが、2009年5月の時点で他の2カ国と共にリストから削除されている。この国に拠点を持つ会社としては、薄膜コーティング装置の製造及びコーティングの受託加工のエリコンバルザース社、電動工具、病打ち機、 墨み出し機などのヒルティ社、プロ用、オーディオコネクターのノイトリック社、歯科材料のイボクラー社などが有名。労働者の約半数は、スイス、オーストリアから毎日越境している。鉄道、駅の地図国内の主要な交通は、路線バスであり、各所を結ぶ路線が頻繁に運転されている。黄色い車体のリヒテンシュタインバスをよく目にすることができる。主なバス停は、 郵便局の前であることが多い。バスは、ライン川対岸のスイスの鉄道駅のほか、オーストリアのフェルトキルヒ駅への路線もある。また、ユーロで運賃を支払うこともできる。国内を鉄道が走っており、駅が4駅ある。運行をしているのは、オーストリア国鉄である。オーストリアとスイスを結ぶ、国際急行列車も通るが、リヒテンシュタイン国内の駅はすべて通過する。空港は存在しない。 最も近い主要国際空港は、スイスの中ヒ空港である。住民は、ドイツ系が大半で、ゲルマン系のドイツアレマン人が86%、その他イタリア人、トルコ人などが14%である。公用語は、標準ドイツ語だが、現地住民は、上部ドイツ語に属するアレマン語系、最高人アレマン語の一方ことを使用し、その他に、トリーゼンベルクでは、バリス語が使用される。 宗教は、ローマカトリックが79.9%、プロテスタントが8.5%、その他にイスラムなどが5.4%存在する。欧州小国競技大会を開催、参加している。政府ファーステントム・リヒテンスタインファーステントム、リヒテンスタイン、リヒテンスタイン広告政府日本政府リヒテンスタイン、基礎データ、外務省在スイス日本国大使館、在リヒテンスタイン大使館を、 検発する観光フェリアン、ワラウプ、レイセン、ファーステントムリヒテンシュタイン、リヒテンシュタイン政府観光局日本語のページも少々ある。ありがとうございます。